こんにちは、かあやんこと平郷理香耶です。今回は絵はがきの金魚を描いていきたいと思います。まず下書きで水の波紋を描いていきます。水の波紋を描くコツは、コンパスを使って綺麗に円を描いていきます。次に金魚を描きます。大きさは全部同じではなく、ばらけた方がいいと思うので、大きめの金魚とちょっと小さめの金魚2匹ぐらい描いていこうと思います。全部で 2,3 匹ほどが一番バランスがいいと思います。ハスの葉も描いていきます。下書きがざっと終わったら、コピックのマルチライナー03のパープルでなぞっていきます。線書き用に紫を選んだのは、涼しげなイメージの仕上がりにしたかったので紫を選びました。他にも水色とか青系でも涼しげなイメージでいいと思います。下書きはかなり大雑把に書いてるので、完成をイメージして丁寧に線をなぞっていかないとぐちゃぐちゃになっちゃうので気をつけてください。水の波紋もしっかりとなぞっていきます。練り消しで消すと消しカスが出なくておすすめです。小学生の子たちなんかは、あの自作の練り消し、消しカスをネチネチ潰して作った練り消しがあると思うんですけど、あれでは消えないので要注意です。次にウィンザー&ニュートンの透明水彩を使っていきます。固形絵の具を溶かして使うタイプです。まずは金魚を塗っていきます。金魚は赤系 2,3 色で塗っていくと綺麗です。黄色とかも時々混ぜるとより金魚らしさが出てくると思います。この辺は、早送りしないでおくので、先が見たい方は早送りしちゃってください。金魚も全部同じ色ではなくて、一匹一匹ちょっとずつ色を変えることが自然な金魚に近くなります。全部同じ色だとちょっとクローンみたいな感じになっちゃいます。
私は赤系の金魚2匹とあと黒い金魚を1匹描きました。デメキンとか描くとより夏祭りっぽさが出ていいですね。次はハスを描いていきます。ハスは青系や緑系を混ぜて描くとより自然な感じで描けます。深緑とかあと水色とか足すといいですね。コツはそれぞれの色が乾ききる前に違う色をのせるっていうことですね。そうするとにじんで自然な仕上がりになります。はい、次は水の波紋を描いていきます。水の波紋はとっても難しいのでちょっと慣れが必要かもしれません。まずは、濃いところを描いていきます。水の波紋は濃いところと薄いところをはっきり分けるのがコツです。まずは濃いところを紫色の線に沿って塗っていきます。濃いところを塗った以外の場所を薄い色で塗っていきます。水のグラデーションもちょっと追加していきます。画面がちょっと寂しかったりとかぼやぼやしてる場合は濃い色を足してみるといい感じになります。
濃いところを塗り終わったので薄い色でちょっと波紋を描いていきます。濃い薄いをはっきり描くと、立体感が生まれます。ちょっと遊び心で水玉模様も追加してみます。ちょっとおしゃれな絵はがきになるといいなと思います。仕上げはユニボールの白です。はみ出しちゃったところとか、あとちょっと際立たせたいとこなどをこのユニボールで塗っていってください。葉っぱの筋とか、あと魚の鱗とかも描いてもいいかもしれませんね。はい、最後は筆ペンで暑中見舞い、残暑見舞いを書いて終わりです。ご視聴ありがとうございました。